じゃ、こんにちは。さあ、はい、年代もののやっていきましょうか。また、まあ、年的にはですね、平成になった年なんです。この年の流行語がオバタリアンとかセクハラ、セクシャルハラスメント。あ、もうこの時から、この時から出てきたんです。で、ブランド的にはアルマーニが流行り、車は来た、あ、来てましたか。アルマーニ、やっぱり。で、車はセルシオやインフィニティ。あで、音楽はプリンセスプリンセスや長渕剛さんのトンボが。あ、プリンセスプリンセスの M いいな。あ、好きそう。 M 大好き大好きで、 M を好きな人の頭文字に変えて歌うとかもありましたしね。はい、M だからな、 Y ぐらいにしといてくれたらよかったね。ゆたか、ゆたか、ゆたか。私ちょうど森藤なんで M なんですよね。ゆたね。他は何が流行った。他はですね、ゲームボーイ。あー、持ってたな。ゆたかさん持ってたんですか。持ってた持ってた。俺ゲーム好きだったの。今もね、好きですけど、まあ、今はあの激しい動きはしないけどね。馬育ててて、ね、そうらしいですね。家庭も持ってるんですよね、その中で。プレステの中で結婚した。結婚した。結婚して年上なんだよ、かなり。いくつぐらい。俺がね、設定では49なんだよ、今。若めですね。もう55とか6だ。お、まあいいじゃないですか。いや、いいけど、だいぶ年上でしょ。なんか還暦だもん。50代の方が見てたら、今女性が。まあまあいいよ。まあいいですよね。いや、ただ子供が生まれるんだよ、やっぱり設定の中で。それでも男3人だよ。それで8歳の子が大輔って言うんだよ。やっぱ俊之、義明、大輔って自分の子供の名前つけたんだけどさ。大輔がね、クリスマスパーティー、パーティーの時にクリスマスパーティー何が欲しいって言ったら、なんつったと思う。弟か妹が欲しいって。お前設定の嫁は56とかだよ。もう無理やろみたいな。ちょっとね、話が脱線しましたけれども、千まくりでしょ。そうですね、はい、1989年、はい、この年のプロ野球を見ていきます。はい、まずセリーグ、パリーグの優勝は、セリーグはジャイアンツです。はい、強い。2位の広島に9ゲーム差をつけて、でちなみに太陽は6位、36.5 ゲーム差。ジャイアンツに勝てなかったんだよ、本当に。これ、ジャイアンツに優勝したのは、はい、太陽が優勝させてあげたっていう感じだよ。本当勝てなかった。あ、そう、お得意様だったんですね。銀行って言われた。パリーグはこの年、はい、近鉄が優勝します。ああ、ただこれ2位オリックスとのゲーム差が0、3位の西武とのゲーム差 0.5 ということで。いや、もう熾烈だったね、ここはね。ああ、そうでしたよね。で、日本シリーズは巨人が8年ぶり、あの3連敗からの4連勝。あ、これはさ、はい、加藤っていうピッチャーがさ、はい、ヒーローインタビューかなんかで、はい、ロッテ最下位でしょ、パ・リーグの。そうです。ロッテより弱いなみたいなこと言っちゃったんだよ。そしたらジャイアンツの選手たちが怒っちゃって、はい、だからその人間が本当に怒りを持った時とか、はい、憎しみを持った時とか、あの親の仇じゃないけど、はい、そこら辺 の、 その爆発した力、そのチームの結束力、これが一気に4連勝に導いたっていう。だから口は災いのもとってよく、まあ、この時は言ったと思うよ。そうですよね、その一言で4連勝。もうあの言葉はもう各新聞の見出しになったからね。あ、そうだったんですね。そうだよ。でタイトルなんですけれども、はい、セ・リーグは最優秀選手がクロマティ、はい、で打ったな、打った年ですね、クロマティ。ああ、もう敬遠の球まで打ったっていう年だったと思うけど、今でも流れますよね。でパ・リーグはブライアントです、はい、やっぱり。で最優秀新人が、はい、ヤクルトの苫篠さん、はい、後輩ね。あ、豊さん、はい、でオリックスは酒井さん、はい、で首位打者はクロマティとオリックスのブーマーが取りました。はい、で、ホームラン王はヤクルトのパリッシュ42本。あ、はいはい、で近鉄のブランパリッシュってワニ食ってたんだよね。本当なんですか。うん、本当に。いや、どんな味がするんだって言ったら、はい、鶏肉のようだと。あ、タンパク、また結構タンパクらしい。あ、そうだったんですね。盗塁王なんですけれども、はい、広島の翔太さん、はい、でロッテは西村さん、はい、取りまして、で最優秀防御率は巨人の斎藤投手、そしてロッテの村田投手、はい、で最多勝利はセ・リーグ2人いまして、はい、20勝、斎藤正樹さんと西本さん。あ、
20勝だもんな。すごいですね。20勝でタイトルだもんな。すごいよ、ね、この時代って出てましたもんね。出てた出てた。で、パリーグは近鉄で天野さんで19勝、はい、で最多奪三振は、川口さん広島の192個、はい、で、近鉄の天野さんで183個というような各タイトルになってます、うん、はい、でベストナインですけれども、セリーグは斉藤さん投手、はい、で、キャッチャーが中尾さん、はい、ファーストパリッシュ、はい、セカンド正田、はい、サード落合、はい、で、ショートが池山、はい、で外野手が黒マティ山崎彦野という、ね、池山が出てきたね。で始めましたブンマルが、ブンマルね、はい、でパリーグは、ピッチャーが天野さん、そしてキャッチャーが山下さん、はい、そしてファーストブーマーで、セカンドが辻さん、はい、でサード松永さん、ショートが田辺さん、西武、はい、外野手が秋山、ブライアンと藤井、そして DH が門田さん、はい、なってます。前回ってさ、はい、87年の時新人王レースが西崎と天野って ありましたよね、競り合ってたよね、はい、その時どう見てもなんか西崎の方が、うん、なんか成績が良いのに天野、はい、が新人賞を取ったと、はい、でもこの成績を見るとさ、天野、うん、がやっぱ来てるね。そうですね、やっぱ力があったってことなんですよね。だから新人王をやる価値があったというなんか証明みたいになってるよね、はあ、そうですね。セリーグの今度は各チームのベストオーダーをちょっとここから見ていきます、はい、まずは、最下位、太陽ポイントスからですお前それ一言いいよ、はい、行きましょう。1番高木、はい、2番調子、ああ調子ね、調子さん、調子の調子くんつってさ、調子、北海道、いやいや違う違う、千葉、千葉、千葉の調子くんって甲子園出て、はい、投げてて鼻にボール語って短歌で運ばれた、あ、そうで放送から入ったんだけど、あ、そうなんですね、はい、あ、調子くんがじゃあ2番、そう、はい、で3番ポンセ、はい、4番山崎、はい、5番パチョレック、はい、6番大野、7番高橋、8番市川、はい、ということで、で弱いな、ちょっと弱いですね、弱い弱い、あ、ただね、谷繁さんがこの年ルーキーで入ってくるんです。入ったね、はい、ピッチャーなんですけれども先発が、はい、ダイモンさん。ダイモンってもうなんかこう外国人にもう背中通してセンターまで追いかけられたからね、うん、逃げまくってそうそうそう、あ、そうなんですね。そうそうそう、あとは、斉藤さん、三浦さん、遠藤さんで、抑えが中山さん。あ、中山ね、はい、中山ってあの清原桑田世代で、はい、高知商業で、もう思いっきり清原に甲子園でホームラン打たれたやつ、こんなに飛ぶんだっていうぐらい、甲子園のなんていうの、上の方に通路があるんだよ、その通路まで飛ばされたという。で清原バット見たらへこんでたっつうんだよ、金属バットが。そのぐらい会心を打たれてるという。あ、そうなんですね。続いて5位、阪神タイガースです、はい、1番大野、2番和田、3番岡田、4番フィルダー、はい、5番田尾、6番真由美、7番木戸、8番八木。だから随分変わったよね。あ、そうだ、掛布さん、掛布さんもいなくなったし、バースもいなくなったでしょ、はい、うん、だから阪神もやっぱ苦しい年だよね、これね。いや、入れ替わりをこうするような年になってくるんですね。で、ピッチャーが先発がキーヨ、はい、で抑えだった中西さんがここで先発に来るんです ね、はいはい、というようなで、猪俣さん、あと中継ぎ抑えに住友さん、もう弱いよ、ね、で一応でもその弱いのに負けてるわけだからね今自分で言ってなんかちょっとかっくり来てましたけど、はい、で4位ヤクルトいきます、はい、1番玉城、2番栗山、はい、栗山ってあの日本ハムのですよね、はい、栗山さん。でももう6年目でだったんですね、この時。で3番新井、4番パリッシュ、はい、5番広沢、6番池山、7番隅、そして8番畑。そうだね、という、あ、なんか、ね、まあまあ揃ってきてるよね、はい、足の速い選手も揃ってきてるし、若返りにこう、うん、なんていうの、はい、成功したみたいな感じがしますよね。あ、だん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 来てるなっていう感じがするよね、はいはい、で、ピッチャーがあのギョース内藤さんが、はいはいはい、できてます。あと小花さん、はい、伊藤さん、あと、まあ、デイビスと、まあ、でも若干やっぱり弱いよ、はい、ピッチャーもまだそうですよね、うん、でこれ川崎さんってあのルーキーに川崎健次郎さんが入ってきた年ですよね。そう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 、いいピッチャーだったね。そうですよね、沢村賞も取りましたし、うん、でもここら辺からもう名前がやっぱり分かるようになってきてるってこと。太陽分かんなかったでしょ分かんないでしょやっぱり、あ、来るんだなっていう予兆見えます ね、はい、で3位中日です。
1番彦野、はい、2番川又、はい、3番ジョージ、4番落合、5番宇野、6番二村、7番大鵬、8番中村、大鵬が大鵬入ってきます、1年目で、ね、はい、いやまあでも安定してるよね、メンバー見ると分かるでしょ、名前聞いたら。いやだからやっぱ皆さんも、はい、やっぱ名前聞いたら分かると思うんだよね、想像がつくんだ、ね、ああいう選手だったなっていう、太陽、うん、つかないでしょ、はい、まあいいやピッチャーピッチャー、はい、巨人から移籍してきた西本さん20勝するんだからな、すごいですね。であとは山本、川端、上原、うん、山本マサでしょ、えマサさんなんですか、そうだよ6年目、そうそう、あそうなんですね、わあ。この時から投げてたんだよ、つい最近まで投げてましたよ、はい、初老で投げてるんだからすごい仙人ですね。で、抑えは引き続き各源氏ということで、はいはいはい、2位です、はい、広島カープ、はい、1番正田、はい、2番山崎、はい、3番ロードン、はい、4番小早川、5番アレン、はい、6番高橋、7番長嶋、8番達川、あの控えに野村さんと、うん、そう、野村健二もね入ってくるんですね、駒沢から入ってきたね、あそういう年も、あでももう木村さんいないね、もう引退されましたもん ね、 ね、でピッチャーはもういいですよ、はい、先発に川口、はい、長富、北別府、はい、大野、白竹、清川、そして抑え津田、みんな速いよみんなボールに力があったすごいピッチャーばっかりだったんですね、でも嫌いじゃなかった、なぜかというと、はい、やっぱ向かってくるから、もうこんなかわそうっていうピッチャー誰一人いない、勝負するピッチャーばっかり、清川ぐらいだよね、左のこのあのサイドサイドスロー、で白竹だよね、ユダさん唯一ね、そうですね、巨人です、行きましょう、はい、1番尾形、はい、2番尾形高一だよね、そうですそうです、で河合さんも入ってきます、はい、2番河合、3番篠塚、4番原、5番黒牧、6番岡崎、7番駒田、8番中尾、まあ、みんな知ってる名前だもんね、いやもう大スターですよなあ、みんなもう、でピッチャーも斉藤、桑田、牧原でガリクソン、もうこれは3本柱だね、エース3本柱、そうですね、斉藤、桑田、牧原、ガリクソン、そこにガリクソン、ガリ、ね、ガリクソン入ってきて甲田、あ甲田ね、懐かしい、で宮本さんもいますし、香取、水野で木田、あで抑えがヒロトさんっていうことなんですけど、あまあ、あの小気味よく背は低かったけど、はい、キレのいいボール投げたね、あそうなんですね、あ、まあ、でもメンバー見ても確かに巨人強いな、すごいです、さあこの年、はい、野球界どんなことがあったのか振り返りましょう、はい、4月15日、はい、ダイエーが福岡移転後初めて本拠地平和大球場で公式戦を行い、うん、ダイエー先発山内が完投し2対1で西武ライオンズに勝利した、はい、あの西鉄っていうのが昔あって、はい、西鉄が移転して埼玉に行ったんだ、はい、で西武ライオンズの前身だから、うん、でダイエーが南海を買い取ったこの時ですよね、大阪のチーム、はい、でもその大阪でやってたんだけどやっぱりこう九州のファンのためにということで大ホークスが移転をしたんだよね、あ、南海から大英に変わって移転したという、うん、最初さ、はい、ユニフォーム見た時笑っちゃったけどね、だってヘルメット見たらさ鷹のマークなんだよ、ここに目がついててみたいな、やめようよそれみたいな、そうだった、そうでしたね、そうそうそう、今もう変わっちゃいましたもんね、今全然変わったよ、はい、今かっこいいじゃん強いしやっぱ強いとかっこよくなってくるんですよね、で5月です、5月13日ロッテオリオンズの村田兆治さんが日本ハム戦に先発しプロ通算20勝を達成します、そうだね、はい、あのね肘を手術してすごくブランクがあったんだよね、はい、それでやっぱ復活してきたんだよ、マサカリ投法、長寿さんとはやっぱりリーグが違うから対戦なかったんだよ、はい、でもオープン戦でホームラン打ったんだよ長寿さんからまっすぐ、はい、嬉しかったな、やっぱりそのねすごい、やっぱ名前がある選手だからさ、そうです、村田長寿さんってあの人からホームラン打てたって、はい、やっぱ自信になったよね、同じ5月今度31日です、はい、これ、神宮球場でヤクルト対阪神戦、はい、6回裏に阪神の渡辺が、はい、ヤクルトのパリッシュに、はい、地球、まあ、デッドボールを与え、はい、パリッシュがマウンドに向かい両軍が乱闘騒ぎとなる、はい、で退場処分になる、うん、で試合は再開するんですがまたこれ渡辺さん同じ渡辺さんが、うん、この中西さんに顔面付近に投球し再び両軍が飛び出し乱闘騒ぎ、危険投球で渡辺さん退場処分、
こう笑ったのがさ、渡辺が逃げるんだよ。パリシュ。いや、パリシュの時は2回目の時かな。中西さんの時ですね。ぐんわんもうセンターまでの、あの逃げるんだよ。みんながそれを追っかけながら、いろいろこう揉め事がそこら辺で起きてるんだよ。でピッチングヤクルトのピッチングコーチやってた小谷さんっていうのが、はい、こんな人が渡辺を追っかけるんだよ。怖い。追っかけるけど離れていくんだよ。追いつかない。追いつかない。でも肉離れしてるらしい、その時。追っかけてって。もうね、大変なあの騒ぎだったんだよ。これはすごかったんですね。すごかった、すごかった。6月20日、巨人対太陽で、うん、これ太陽が5対0で勝ち、太陽はこのシーズンの対巨人戦11戦目で初勝利。そうだよ。前の年から続いた巨人戦の連敗を18でやっと止めた。だ勝てないだろ。もう顔見んのも嫌だったもん。巨人と。ああユニオン見ただけで、あ、今日も負けるなって思うぐらい嫌だ、嫌な相手だった。でも18回まで行くともう止まらないんじゃない？いや、止まらないと思って。不安になりますよ。だから5対0で勝ったっていうけどさ、あ、すごい。もうこういう形しか勝てないよ。2対1とかで行ってたら、もう抑えられるとこがブルっちゃって。守っててもブルっちゃって。ブルっちゃっても負けるじゃないかと。これはひっくり返されるんじゃないかと。だから思考は現実化するっていうさ、こういうことをものすごく体験した。年だ。7月、巨人の斉藤正樹さんが甲子園で先発し、はい、7回無失点で敗戦投手となり、はい、連続試合完投勝利の記録が11で止まる。すごいよ。すごい。完投11で止まるんだよ。すごい。すごいだろ。はい。大エースだよね。でも、すごいですね。スタミナもすごいし。うん、だからそれはニュースになるわね。そうですね。負けるときは5点だな、大体。負けるときは5点、うん、勝つときも5点。さっきのなんか答えでしたね、そうそうそう、ありますね。で8月、はい、あ、太陽の高木豊が甲子園球場で、はい、1番セカンドで先発出場し、プロ通算1000試合出場を達成する、はい、すごい。いやー、すごいことですね。甲子園だったんだですね。なあ、新鮮で、あの打った1000本安打とかさ、はい、1500は覚えてんだけど、はい、あの出場っていうのは初めて知った。初めて知ったっていうか、花束とかは多分もらったと思う。でももう忘れてた。忘れたな。ああ、結構忘れてるもんなんです。忘れた。まあ、何本安打は覚えてるけれどもってことですよね、うん。でも甲子園でできたっていうのは嬉しいね。やっぱりそうですね。いや、なんか野球選手って甲子園って特別だから、うん、だから甲子園に行けてもないしね、はい、で初めて甲子園を踏んだ時のあの感動というかさ、うん、そういうのも覚えてるし、はい、まあ、その舞台で、うん、あの花束をもらったというか1000試合ね、うん、到達できたっていうのはやっぱ嬉しいよね。そうですよね、うん、思い出にも残りますしね。で同じ8月12日、はい、巨人の斉藤正樹さんが中日戦に先発し、はい、9回ワンアウトまで1つのフォアボールを与えただけの、もう一ノーランやってたんだよ。無安打無得点だったんですが、はい、これは初安打を打たれてしまったんですね、ここで。お父さんに、ね、はいはい、でこの後2アウト1、3塁として、はい、落合さんにさよならスリーランホームランを打たれ、うん、中日が4対3で逆転勝利。そうだよ。うわ、あともうちょっとまで。だから一回ね、流れが変わるとさ、やっぱこうなる時があるんだよね。でもさ、はい、甲子園で負けてよ、はい、9月にノーヒットノーランやろうかっていう、うん、このスタミナがすごくない？そうですよね。すごいよな。でもやっぱこうドラマを落合さんで作ってきてるよね。こう見るとそうですね、うん。さあ、そして10月飛びます、はい、10月4日太陽の監督の小葉さん、小葉監督が電話で辞任を申し出て了承される、はい、そうだね。小葉さんが、まあ、結果が出なかったね。結果出せるメンバーじゃないでしょ。お前はフロント何しとんねんって、これで優勝されたら無理やろみたいな、だからそう思ってました。いや、だって他のチームと比べてみよう、お前ピッチャーとか、はい、広島巨人とちょっとそうです、ね、どうやって俺ら打つのって。そう、俺らなんか首位打者取りたいと思ってやってるけどさ、はい、それは同じチームのやつら自分たちのチームのピッチャー打たなくていいからいいよみたいな。俺らなんかそれ相手にして打たなきゃいけないんだから。そうですよね。ああ、それも2チームだからやめてよみたいな。本当そういう思いだったんですか。いや、思いはあったよ。
だから俺野球って不平等だなと思ったんだよ、はい、だって球場は広いでしょ、はい、その当時一番広かったから、はい、甲子園はラッキーゾーンとかあったし、はい、でフェンスは高いしさ、うん、ホームランは出ない、うん、ね、ピッチャーはバンバン出てくるいいのが、うん、ね、これ相手に打つんだから、そりゃで球場の広さ もう各チーム違うわけじゃない、こんな不平等なルールってあるみたいな、ないです、ね、それが記録として残るスポーツなんかないよね、探してもないですね、ないでしょ、こんな不均衡というか不平等はないですもんね、そうでしょ、確かに言われれば、はい、で、10月の6日、はい、だ巨人対太陽、はい、横浜スタジアムで試合が行われ、巨人が太陽に5対0で勝利し、2年ぶり25度目のセ・リーグ優勝を達成する、そうだね、5対0また5対0だったんですね、やっぱ5がなんかこの年はありますね、あるな、なんか、はい、で10月15日広島の翔太さんが、中日戦に出場して日本プロ野球タイ記録の1試合6盗塁を決める、えほぼ走ってたんですか俺が32個だったで、トマシノも32個だった、はい、新人を取ってるでしょ、トマシノさん取ってます、うん、その時に関根さんが俺のとこ来て、はい、お豊かお前の後輩だろうと、うん、お前一緒に盗塁を取ってやると、うん、だから走るなと、はい、あ分かりましたと、いいですよと、うん、もう順位も決まってたしね、まあそうです、うん、だからまあまあ後輩だし、うん、いいですよって言ったら、うん、って6個走ってるよみたいなお前走られるやつはどこなんだよって言ったら広島うわ山本浩二さんと星野さん、ね、友達でしょ、はい、仲いいですね、なんかあったんじゃないの、ああ、二等さんと二等さんってありえないから、こんな数字ないですもんね、一緒に6個走られるって恥ずかしいことだよ、まあ、で、翔太さんが取っちゃったの、取ったの、日高さん、友達さん、何だったんですか、それで慌てて、はい、広島戦2試合残ってたんだと、あ、で、豊田さんで、俺が塁に出たら、はい、記憶感持ってきて、これだ、あ、それだ、その話なんだ、そうなんだ、お前ふざけんなよ、6個なんか走られるチームあんのかよみたいな、これちょっとブーイング出なかったですか、いやブーイングもう遅いよねもうねびっくりしたよ、ちょっと試合終わって翔太さんあの6個走りましたよって聞かされた時にって言った、ね、6個ってどう走ったんだよみたいな、つまりじゃあブーイに出てるってことはどうやって出れたんですか、いやだからまあそれは打たなきゃいけないしフォアボールも多分あったと思うけど、緊張してますよね、なんかね、いや、うさんくさいな、匂いはしますね、あ、そういうことか、で、10月19日、あ、西武の森さんが堤オーナーのもとを訪れて、はい、まあ、シーズン終了の報告を行うと、で、堤さんが森さんに監督をおやりになりたいのならどうぞと発言し、森さんの続投が決まる、何ですかこれは、こんなんで覚えてない、知りません、知らないか、はい、いや、やりたいんだったらやればみたいな、その発言されたんですか、うん、マスコミの前でそれもね、いろいろ賛否あったんだよ、後で、いや、俺だったら辞めるって、そこんな言い方されて、ね、やらねえよみたいな、プライドが、うん、森さんやったんだよやりたいんだったら、やりますやりますとは言わなかっただろうけど、まあ、考えてたんでしょう ね、まあ、ね、でも言い方もあるじゃない、ちょっとひどいんで、ちょっと考えてほしい、やりたければやるもんみたいな、しかも公共の場でね、それはちょっとね、あれかなと思うんですけど、そして11月7日、太陽は前巨人2軍監督の須藤さんが新監督に就任したと正式に発表、はい、で、小葉監督から須藤さんに、まあ、須藤さんというのは俺が入った時に2軍の監督だったんで、はい、あ、須藤さんが戻ってくるんだと思って、そういう感じだったんですね、すごく楽しみにしたんだよね、はいはい、で同じく11月の17日、はい、広島の高橋、はい、白竹、はい、杉本とロッテの水上、高澤の交換トレードが成立した、そうだね、まあ、当時で言えば大物トレードだよ、そうですよね、吉岡さん出されるんだと思ってさ、あれだけのスターが、はい、でもついていくのが白竹、はい、ラッキーみたいないなくなったぜみたいなやっとね、いや、まあ、そういうのもあるんだよ、やっぱトレードには、え、白竹いなくなるのみたいな、嬉しかった、嬉しかった、と天敵が でも入ってくるのが高澤とか水上さんショートでもうまかったしさ、はい、高澤ってあのパ・リーグで首位打者取ってる人間だからね、はい、また厄介なやつが入ってきたなとは思ったけどね、思ってたんです ね、 で11月26日ドラフト会議が行われ、はい、あの野茂さんが
史上最多となる8球団の指名を受けて抽選の結果近鉄が交渉権。8球団だよ。いや野茂さんすごかったんですね。なんかディープインパクトが入ってくるみたいなそんなイメージだよね。そうだったんですね。社会人からあパリーグでよかったみたいな。またそこで、ね、いやいやそりゃそうだよ。みんなそう思うんです、ね、だって俺らはさ抱えてるピッチャーってさうちに入ってきてくれるんだったらいいけど太陽も行ったんですかこの時。わかんない。だって敵だったら嫌じゃない。もう打てないと思っちゃいますよ、ね、いやいやそうは打てないと思えないけどさ、はい、だけど嫌じゃない。またそうですね白竹さんも行ったのにまた飲む来たみたいな思っちゃったりもしますよ ね、はい、というふうにまあざっとこう1989年、はいはい、いましたけれども、ね、はい、どうでしたか。まあまあ口屋は話題のこと。そうです、ね、うん、だからやりたいんだったらやってもいいよとかいろんなことが起きてる、ね、そうですよね、口でね。そうですよね、君たち弱いねって言ったがために巨人が優勝しちゃったとかね。福士はまさないのと気をつけましょう。まあゴーはキーワードだったね、この年は。そうです ね、キーワードです、はい。